というでフリーアナウンサーの田中みな実がブランドミューズを務める下着ブランド、ピーチジョンが、ミューズとしての活動を全4シーズンのビジュアルと共に振り返るコンテンツを公開した。田中の2021年1月のミューズ就任直後、メインビジュアルで着用したミラクルブラをはじめ、ブランドの人気のブラの売り切れが続出するなど、大きな反響を巻き起こした。全4シーズンそれぞれに表情を変えた愛らしいビジュアルや、毎週更新の連載ページでは、下着を通して、もっと私を好きになる、というブランドのメッセージを発信した。また、10月には田中自身のプロデュースのガードル、ファーストガードルを発売、お尻をきれいに保つためにできるだけ多くの女性にガードルを習慣づけてほしい、という田中の思いを商品化した。企画、デザイン、ビジュアル制作、発売日のお披露目イベントまで。本人がゼロから携わった。この1年の活動を本人とユーザーが振り返る場として、14日午後9時よりピーチジョン公式インスタグラムにて、ライブ配信を行うことも決定した。